ワンピースのヒーローはバッテリー柿田選手、そして亀井選手です。亀井が頑張る。だからやっぱりパスが一軍に上がれない原因ですよ。勝てば請求で、本日のヒーロー柿田選手、そして亀井選手です。皆さん大きな拍手をお願いいたします。まずは勝利投手柿田選手、6回3安打1失点と振り返って本日いかがでしたか？立ち上がりがバタバタしまして、しっかり投げることができなかったんですけど、後半よく、テンポよく投げれたので良かったです。どんな気持ちでマウンドに本日立ちましたか？久しぶりの先発だったので、しっかり抑えようと思って投げました。本日皆さん柿田選手のこと応援していたと思います。皆さんにメッセージをお願いいたします。これからしっかり一軍目指してやっていきます。応援よろしくお願いします。続いて亀井選手、3回裏2点タイムリー、そして好リードでチームの勝利に貢献しました。本日どんなことに気をつけてリードしましたか？柿田さんなんで、ストライクが取れる球をしっかり、配球しました。打つ方では3回打った時どんな気持ちでしたか？打ててなかったんで、久しぶりに甲子園に当たったんで、とても嬉しかったです。それでは最後、平塚のファンの皆さんに一言お願いいたします。遅い時間まで応援ありがとうございました。まだ早いよ。明日も頑張ります。ありがとうございます。それでは柿田選手、そして亀井選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ボールくれボールくれ。本日のヒーロー、まずは柿田大輝。この後ヒーローの両選手が もう一人亀井選手に、ストーリーぞいいぞ